魔導士ギルドブルーペガサスのマスターボブ、ちなみに男だ。潰されてみたいの、ルーシーのボディで。もうダメよ、自分のわしは知っとるぞ。あいつらこの辺りをうろついとる闇ギルドの連中だ。馬車や船ならわかるけど、ララバイの笛を見られて黙って逃がしとったのか。影山、計画がバレたわけじゃ。ちょっとナッツ、落ちるわよ。落としてくれ。なんだろう、なんだね君は。中の様子は、中の様子。この声、貴様らの目的は何だ。ララバイで何をしようとしている。死神が罰を与えに来た。そんなことしたって権利は戻ってこないのよ。まず報復しなくちゃならねえ奴がいるんだ。こっちはフェアリーテイル最強チームよ。覚悟しなさい。あの野郎だけは許せねえ。こいつらを片付けたら私たちもすぐに追うぞ。ことを感想って言うんだよ。すごいな、エルザのすごいとこはここからだよ。やるじゃないか。それほどでも。やった、私の好感度アップ。それサークルソード。すごい、一撃でほとんど全滅。やはり魔導四輪を飛ばしすぎたか。みんなあとは頼んだぞ。お前、勘が良すぎるよ。この計画にはなぜそんなパニックになるようなことを。大勢の犠牲者が出るよりマシだろ。君たちも早く避難した方がいい。痛かったんだがな、女王様。残念だ、今は相手をしてる暇がねえ。ハエを閉じ込めるためのカゴを作っただけのことさ。本来この駅を占拠する目的はこの先に。止めてやるよ。闇ギルドよりおっかねえギルドがあるってことを思い知らせてやる。無理だって、魔風壁の解除なんて俺たちができるわけねえだろ。エルザ、アイゼンバルトの中に影と呼ばれる奴がいたはずだ。確か奴はたった一人でララバイの封印を解除して。この子の態度変わるよね。うるさいな。てか、なんで私に懐いてんのこの猫は。たら乗り物酔いのハエ野郎。またお前か。バカな、オロキシャドウをたったの一撃で。でかした、クソ炎。あ、どうも、なんか死んねえけどすんません。それがお前たちのギルドなのか。影、しっかりしないか。エルザ、ダメだ。死神の粛清だ。エリゴ、クソ、どうすればいいんだ。やめなさい。クソ。もう一つ言えば、人間が精霊界に入ること自体が重大な契約違反。あの時はエバルの鍵だったから。そっか、やるかマイハッピー。もうなんでそれを早く言わないのよ。ルーシーがつねったから。何してんだナツ。俺と戦った後に死なれちゃ後味悪いんだよ。俺がハッピーのマックススピードだ。せいなら殺してやろうか。ちょっとグレー、生き死にだけが決着の全てじゃねえだろ。来やがれ、物騒な笛ごと燃やしてやる。魔風壁から飛び出したか。じっちゃん危ねえ危ねえ。火の質を変えるね。やったぜマカオ。行くぞ。炎は風には勝てねえんだ。その笛の音色は人々の魂を奪うという。今、炎どころか俺が近づけねえ。クソ、バルトは戦う勇気がねえなら手出すんじゃねえ。なんてしぶてえガキだ。感情の炎。確か古代の魔法に。僕の記憶力はしょぼいものなので。こ
俺じゃこいつに勝てねえからエルザがどうとかって言っただろ。裸にマフラーって変態みてえだぞ。お前が言うか。ルシー、服貸してくれ。なんで私なの。教えてやるのだ。やりテールのマカロフじゃないか。つくづくハエに縁があるな。あの力が必要なんだ。同じギルドの仲間じゃねえのかよ。もうこの道を通って2日は経ってる。とっくにマグノリアについてていい頃よね。何一度迷うと出られない。大自然の迷宮か。なんであんなところへ。何か理由があるの。なってない。空耳だ。すげえ言い訳だな、おい。誰もいねえぞ。なんか食わせてくれ、頼む。やっぱ誰もいねえな。あった、うまそう。なぜキノコ。オイラ知ってるよ。何、うん、これは振りなんだ。いいから早く取れ。ちょっとバカっぽすぎるよ。レイジ、特大の見つけたよ。寝たなら寒いよ。そういう問題じゃないでしょ。ちょっと待って、あんたのキノコ成長してない。餌食になった。でもどうしてそんな危ないことを。ここは闇ギルドの村だ。じゃあ食うか。おい、ご飯の時間だ。この際味が道路なんて言ってら。いただきます。あ、何やってんだあいつ。いくらなんでも椅子食えねえだろう。なんだあれ、じっちゃんあんなの食えねえぞ。まずいに。私も開け、金牛級の扉タウラス。うわー、きれい。そうじゃないでしょ。あんたのツボってさっきからどうなってんのよ。これは魔法陣が刺激されて動いたんだ。もうあの魔法陣が動くことはない。なんでだよ、じっちゃん。逃げろ。あの一瞬に私たちを助け、闇ギルドたちのテイクオーバーを解き、総作戦を実行すべきだ。どうやって。今回のようにまたゼレフの魔法を持ち出されたら。バカな、責任問題をここまで引き上げるつもりか。話にならん。奴らの派手な暴れっぷりには。私は元気になってます。追伸、パパには内緒にしててね。行けよ、夏。夏。夏とエルザが戦うんだ。面白い戦いになりそうだな。そうか、俺の予想じゃエルザの圧勝だが。こうしてお前と魔法をぶつけ合うのは。効果能力の鎧だ。これじゃ夏の炎が半減される。エルザ、そりゃやりすぎだぜ。エルザ・スカーレットを逮捕する。なんだと。違ってのはあっちだろ。白いもんでも表現が黒って言えば黒になるんだ。うちらの言い分なんか聞く。心外だな。俺はフェアリーテイルを弁護したんだぞ。だがジジイどもは責任問題が自分たち。邪魔をするなよエルザ。やっとここまで来たんだ。なんだ。西川峡谷鉄道破壊、クローバーの洋館全開、これら破壊行為の容疑にかけられている。魔法界全体の秩序を守るため、評議会としても
取り締まる姿勢を見せておかねばならないのだ。やっぱりシャバの空気はうめえ、最高にうめえ。自由ってすまない。うっせえな。どういうわけか誰にも姿を見られたくないらしくて、仕事を取るときはいつもこうやって全ミストガンもラクサスも聞いたことがある名前だったな。やっぱフェアリーテイルってすごいギルドよね。